こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画をご覧になっていただきますと、必ずあなたもモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄から LINE の友達も募集してます。こちらね、私から返信させていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日はですね、女性が夢中になれる、追いかけられる男性の特徴という話をさせていただきたいと思います。ね、男性もでは追いかけたいって人もいると思うんですけど、女性から追いかけられるっていう体験もしてみたかったりとか、まあ、その方がぶっちゃけ楽だなとかね、思ったりする人っていると思うんですよ。でも実際今すごくね、女性も肉食になってたりとかするので、追いかけたいってね思う、むしろ追いかけてないけど、追いかけたくないけど追いかけてしまうっていうね、そういう魅力のある男性にっているんですよね。じゃあどうやったらそういうね、追いかけられてしまう魅力的な男性になれるのかっていうのを、今日は3つお話をさせていただきたいと思います。はい、まず1つ目はですね、自分の軸があるっていうことですね。私はよく相手目線に立って、相手の立場に立って物事を考えてくださいねっていうことをすごくお伝えしているんですけど、相手目線になりすぎてしまうと、なんかこう女性様みたいな感じで崇めてしまう場合があるんですね。要はパワーバランスで言うと、女性の方が上で自分が下で、女性様みたいな、好きな人様みたいになってしまって、言いたいことが言えなかったりとか、自分の意見をはっきり伝えられなかったりとか、相手に合わせすぎてしまってすごく疲れてしまったりとかあるんですけれども、そうではなくて、相手の女性が喜ぶことをしてあげるのはもちろんすごく大事なんですけれども、相手に合わせすぎるのではなくて、自分という軸というものをしっかり持っていただきたいんですね。自分はこう頑固というわけじゃなくて、自分という軸がで、歩み寄るっていう感じです。要は自分はこう思うんだけど、あなたはどう思うっていう風に、ちゃんと自分はこうだっていう、意見も持ちつつ、それもちゃんと伝えつつ、相手の意見も尊重するっていう感じですね。なので、相手に全部合わせすぎちゃったりとかしてしまうと、すごく疲れてしまって長く続かなかったりする場合もあるので、もちろん共感して認めて、自分軸っていうのを持ちながらね、共感して女性を認めて、止めて、その上で自分はこう思うんだけどどう思うっていう風に、ちゃんと軸っていうのをぶらさず、頑固で、まあ、しなやかな軸と思っていただければと思うんですけども、しなやかな軸を持ちながら、相手に、自分の持てることをきちんと伝える、自分というものを伝える、こう思う人の人間なんだよっていうのを伝えるっていうことはめちゃくちゃ大事です。で、意外とこれ嫌われるかなって思う人いるんですけど、ちゃんと自分の意見はこうですよ、あなたはどうですかっていう歩み寄る姿勢を見せながら、自分を持つっていうのは逆にね、好かれたりしますので、自分の軸をしっかり持つようにしてみてください。そして2つ目、少年らしさがある。そうね、とはいえ女性っていうのは母性本能があります。で、男性に頼りたいとか、ね、すごく甘えたいとかいう気持ちももちろんね、すごくあったりはするんですけれども、その中でもやっぱ母性本能っていうのがあるので、男性のこう少年らしさね、可愛らしさ、例えばご飯を食べている時にめちゃめちゃ美味しいって言って食べたりとか、すごくたくさんね、こう、嬉しそうに物を食べてくれたり、あとはじゃあ一緒にどっか行った時にカブトムシを一緒に見つけたりとかね、例えばですよ、そういう少年らしさっていうのを女性はすごくね、男性は嫌いな言葉かもしれないけど、可愛いなって思うんですね。女性からとって可愛いなってすごいプラスの意味で、少年らしさっていうのはいつまでも持ち続けるっていうのはすごく大事なことになってきますので、出しちゃいけないんじゃなくて、どんどん出して、男らしさと少年らしさ両方ね、持っていけばギャップ萌えになりますので、やっていただければなと思います。はい、そして3つ目はですね、仕事に誇りを持っているということですね。お仕事に誇りを持っている、それはどんなお仕事でもいいと思うんですよ。必要のないお仕事ってないと思いますし、あなたがやっているお仕事、まあ、学生の方だったらお勉強でもいいですし、自分が何か一生懸命になっていることっていうのは、人から見たらものすごく素敵だなって思うと思うんですよね。で、特にお仕事に関して言えば、女性っていうのはどうしたって安心や安定を持てる
ね、求める動物なので、お仕事頑張ってる人に対してはやっぱ安心なんですよね、精神的に。なので仕事にこう誇りを持ってたり、仕事は別に好きじゃなかったとしても、自分のやってる内容をタスクをもう本当にできる限りのパフォーマンスを出して頑張ってるとか、その好きじゃない仕事の中にもいいところを見つける力があるとか、そういうね、話を聞くと女性って結構安心したりとかするので、仕事に誇りを持ったりとか、仕事を一生懸命頑張ってるっていう人はとっても魅力的に感じて女性から追いかけられるようになるので、あなたのお仕事も絶対素敵なところあると思うので、自分なりに頑張れるところ、好きになれるところっていうのを見つけていくといいんじゃないかなと思います。じゃあおさらいしますね。まず一つ目は自分の軸があるということ。そして二つ目、少年らしさを持っているというところ。そして三つ目、自分のお仕事に誇りを持っている。この三つさえあれば、女性はすごくあなたを追いかけるようになりますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、では後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。私から LINE の返信させていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、じゃあ今日も香水シリーズ、これもロクシタンのネロリですね。これはね、甘い香りなので男性がつけるというよりは女性にプレゼントしてあげた方が喜ばれると思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。はい、おやすみなさい。また明日。